お疲れ様スラットです。今日はこちらゴブリンクイーンの旅やっていきます。さあ、なんとですね、今月限り10月でこちらゴブリンクイーンの旅がなくなるらしいですね。はい、まあ、ちょっとやってない方も多いんじゃないかなと思うんですが、ついになんかなくなっちゃうらしいですね。まあ、人気なかったのかとかまあわかんないんですけどなんかわかんないんですけど、まあおもろくはあったな。まあなくなっちゃうので、最後にせっかくならやっていこうかなと思います。で、これね、右下に表記されてると思うんですけど、多分この動画上がってる時はもうね、残り10日とかかもしんない、わかんないんですけど、まあ、もうすぐなくなっちゃうらしいので、やっていきます。で、これ、ベビーゴブリン15にできるんですけど、このエリートワイルドカードとかも結局なくなる、ベビーゴブリンも多分いなくなると思うんで、もったいないんで、ちょっと14でいくか。あと最近のゴブリンシュタインも入れて、やっていきます。で、このモードはね、タワーが特殊なんですよね。ゴブリンカードを使うと、まあ、使ったコスト分のね、20コスト分使うと、タワーのね、ゲージがマックスになって、次に使うゴブリンカードの時に、相手陣地にゴブリンが飛んでいくっていう、まあ、ゴブリンを使おうぜっていうモードですね。はい。まあ、なので、基本的にゴブリンばっかなんで、ゴブリンを対策した、なんだろうね、バルキリー、ヤナーメウッド、ボーラーとか、モンクとかの、なんかバルーンとか、なんかそういうデッキも強かったりしますし、まあそんなのも気にせずゴブリンで染めた。俺はそっち派なんですけど。はい。ゴブリンカード使いまくって、なんかまあ勝っていこうかなみたいなタイプであるんですけど、まあそこはお好みでどっちでもいいのかなっていう。まあぜひね、俺のこのデッキパクってみてください。まあ10日でなくなっちゃうんですけど。で、なくなった際に、この多分、このモードでしかやっぱ手に入らないスタンプとかもあるわけで、そういうのをさ、手に入れられるかどうかがわかんないんですよ、今後。今後もしかしたら手に入れられない可能性もね、ちょっとあるんで、そういう部分でもなんか、やっといた方がいいんじゃねえかなっていう、してますよね。限定スタンプね。あの時ちょっとゴブリン飛ばしとくだけでね、みたいな。今後あり得るんでね。よいしょ。3400かな。最後の、なんか、4つ目 ?3 つか4つぐらい多分このモードでスタンプ手に入るんですけど、入った気がする。3400まで行けば、まあ、一応スタンプ最後のね、ゲットできますよと。で、じゃあこのモード、まあ言ったらスタンプだけのためならやんなくていいやんってなるかもしれないんですけど、まあ意外と装置はそうなんですけど、最後あのトロフィーに応じて、そのトロフィーがバッチに変換されるらしいです。はい、まあ、最大4000トロフィーなので、まあ4000いってると、まあ、ちょっといかつめのゴブリン関係のこのモード限定のバッチをもらえる。そうなので、まあ、結構コレクション集めにはいいんじゃないですか。まあ、それならね、せっかくなら4000いきたいよねっていう話なんだね。よいしょ。まあ、別に2000とか1000で終わってもバッジはもらえるんですけど、まあ、あんま輝いてないな。ちょっと汚いバッジになっちゃうかも。すごい。マジでカオスすぎる。まあ、でも新カードのゴブリンシュタインもちょっと強そうだけど、どうだろうね。いっちゃおうかな。あんま関係なし。突っ込んでから考えよう。待って、ゴブリンマシン強っ。からの、進化バレルもありますよ。で、からの、ゴブリンがさらに、進化バレルおかわりなんてね。いや、これがね、このモードのね、重いところです。ゴブリンいっぱい飛んでいくんで。俺はこれでゴブリンいっぱい飛ばして、なんか、お得感あるんでね。このゴブリン染めデッキを使ってます。一応、ヤナメぐらいは入れてますけど、まあ、やらめじゃなくて、ウッドでもいいけどね。まあなんか、このデッキはね、おすすめです。ゴブリンマシンもね、通常モードだとまあんま使われないですけど、前回のバランス調整で、HP かな ?HP 強化があったと思うので、このモードだとね、最強だと思ってます。はい、正直。このモードの頂点です。ゴブリンマシンはね。まあ、ダイナマイトゴブリンとか、まあ、吹き矢ゴブリンとか、まあ、入れたかったら入れてもいいと思うんですけど。まあ、別になくてもいいかな。てか、バルキリー多いね。やっぱゴブリンギャング、ゴブジャイ、新カード、まあ、ゴブリンマシンも、すべてにバルキリーで対応できるからだと思うんですけど。まあ、全然なくったって。これ、ゴブリンマシンで吹き矢飛んでさ、飛ばねえのか。ああ、エイム悪いな。これだけで強いかな。いや、いらねえんだろうな、このヤナメがね。いや、ゴブジャイ強っ。強すぎるだろ。普通に。
ウッド使ってからのさあバレルでね、ついでにね、何体飛んでんだ、8体か。デコイバレルな、いや可愛いな、ちょっと HP 高いんだな、進化バレルよりはね。なんか飛んでくるさ、あの8体のゴブリンをゴブリンシュタインのさセパレートからのレーザーでさ気持ちよく処理できそうじゃない、できねえかな、一緒に出しちゃったけど。セパレートでなんか世界変わりそうだけど、結局ゴブリンシュタインもね下方はされたけど、なんか誤差ぐらいなの、ほんと強すぎるんで。いやーこれめっちゃ熱い、なんかキングまで持っていける可能性はあるよね、進化ゴブジェだから。いやーバルキリーで刻まれんのか、かわいそうだな、ゴブリン生まれてんのに、せっかく生まれてんのにね。いやでも強い、いやそう、変にこうバルキリーとかなんか対策するぐらいならもうおとなしくゴブリン出しておけばええと思ってるんでね。これこれだけでさ言ったら攻めが成り立つやん、強ない。おー落ちたよっていうモードね。どうなんだろう、1年もなかったか、半年ぐらい、1年前とかなのかな、このモード出たの全然覚えてないんですけど。そう4000か、まあ、ちょっと長いけど、まあ、やればすぐだと思いますよ。うん、まあ俺はやっぱスタンプも欲しいし、まあそれ限定バッジ的だね、やっぱ今後手に入る可能性があんならいいんですけど、その時しか手に入んないものはね、手に入るならやれば手に入るんだから、ちょっと手に入れたいですよね。ライドラライドラとかはね多分あんま強くないと思ってるんですけど、どうなんだろう、言ってライドラにボコされんのかな、すごいわ、めっちゃ来んだよ、この程度やだな。まあまあまあ、よし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 、なんか負けそうだな。一応ここで飛ばすと飛んでいくっていう話ね、飛んでってもらって吹き矢処理できるの、熱いな、できるかな、いやめっちゃいい、吹き矢も処理できてさ、タワーも削れて、まあ、スキルを打ったらバルキリーも溶かせるが、一旦ね冷静なね、いやいいね、なんか進化かゴブリンの檻とかでも良さそうだけど、まあ別にゴブジャイとバレルでもいいか。うん、これ安全飯で頑張れねえかな、いや俺新カード欲しいな、ここでゴブリンシュタイン横のレーザーで守れたらさ一番幸せなんだよな。え待って、強すぎるあいつ、絶対にスキル来ねえかな、スキルというかあれゴブリン飛んできたらさ、ここ何をそんな我慢してんだ、相手全然飛んでこねえな。ライドラね、でもあのライドラ飛ぶぞマジで、スキルで角度次第、今だ、熱い、飛ばないのかなワンチャン、あーまあ外れちゃったからね、まあ、やば、勘弁して左守れねえや、いや俺のフルカウンターもね、いやバルキリー、まあ、コウムリと強いけどね、強いけど結局勝てるかな、これで結局これで勝てるならこれでいいよねっていう話ね。やばい、俺キング、えちょ待って、右のタワーがない、なんで、え俺右にさタワーあったよな、え俺なんでさ、待って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 、不思議すぎる不思議すぎる、え俺なんで負けたん、このモードって負けんの、えじゃあ本気で、ん飛んできたのか、あー絶対そうやん、あでも負けてもこのモードのいいところは3しか減りません、はい、熱いな、10連敗したら、まあ、1勝したのが無駄になるぐらいね。
通にゴブジャにおられたよ。全然相手の敵じゃ強いやんみたいなね。まあパクったっていいんですけど、まあ、別に、ね、別にいいかっつって。俺はこのデッキです、このデッキが好きなので、はい、ぽい。やっぱいっぱいゴブリン飛ばしたいんでね、そこに快感をね覚えるんでね、はい。まあ、使ったコスト分なので2コスとかだとちょっとしかたまんないっすね、これはね。ゴブリンマシンだと、はい、5コスいっぱいたまるよね。これゴブリンシステムだからちょうどいいよな。雑に避けるし、たまるしみたいな。もうすげえ相手、レベル低っ。13レベルとかで頑張ってるよ。で、これゴブリンマシンで飛んでいくよ。吹き矢を。いや、最近のキャラクターなんか能力が強えな。ね。いや、熱い。うわー、行かれちゃったか。いや、これやばいな。一応、ゴブリンの呪いで、俺のユニットがゴブリンになってはいるが。なってはいるがか。まあ、まだ相手半分ぐらいしか溜まってないんでね、最悪ゴブリンに襲われてもみたいな。ホグ!ホグとかはね、まあなんか弱くはないのかもしれないけど、ホグである理由もね、そんなない気はしますよね。ゴブリンマシン出して、まあゴブリンしたいんか。いや、まあそう考えたらライドラー厄介だな。このデッキ、このデッキというかこのモード、無限感電、あ、そういうこと。無限感電でさ、飛んできたゴブリン8体横一列でピピ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 ピでさ溶かせるよね。そういうこと。進化ライトラー通常モードであんま活躍できないけどさ、まあちょいちょいはいるけど、もしかして、ゴブリンクイーンの旅で最強ってこと?なんか、ちょっとありそうじゃない。じゃあ、ライドラ入れようかな。せっかくなら。でも、抜くカードないんだよな。まあ、新カード、レベル低い人もいるだろうし、これにするか。こうしよう。もしかしてよ。いや、可能性はあるんだよな。ライドラ最強ってこと?スタンプとか押してもゲージたまんねえかな。意味なし?いや、バルキリー多いね。でもやっぱバルキリーとかさ、ライトニングドラゴン出した時に溜まってくれないの悲しいっすよね、このゲージがね。スパーキー来たわ。ちょうど良すぎるライドラが。絶対ライトニングとかないかんな、このモードで。あってヤナアメウッドとか、まあファイボーヤナアメぐらいじゃない。ライドラ最強すぎん。すごいよ、すぎんの。いいね。いや、いい、これだけでいい。てかおとなしく守ってたら大丈夫そうだよな。勝手にゴブリン飛んでいってくれるし。キンキやめて、まあ、進化ためて、やなめね。そう、もうこのモードはね、ヤナアメかウッドかみたいな。やっぱ吹き矢、ゴブリンギャング、飛んでくるゴブリン、その辺の対応としてね。てかその辺のカードが基本的にマストで入ってくるんで。進化ライドラ、え、これさ、マジやばいかもよ。無限感電でも、無限感電帰ってこねえか。一方通行だな。横で8列並んでユニットいなくなってさ、帰ってこねえ気がすんな。感電しろ。は?感電の距離がな。美味しい。無限感電。え、これそう。あ、でもなんか、あんま強くねえな。ライドラー。いや、そのなんか、絶妙になんか強くねえんだよな。これ逆だったか。やっぱ HP 強化とかね、他があるわけじゃないんで、噛み合った時にはね、いいんですけど、噛み合わなかった時は本当に何これ。ね、
ただの雑魚キャラですよ。見た目だけブルーアイズですけどね。見た目だけなんだよ。まあでもライドラ強そうな気もする。絶対にライトニングやボイドがいないんで。でも 95% ぐらいいないと思うんだよ。相手のユニレベかわいいな。じゃあみんな結構頑張ってるね。頑張ってゴブリンクイーンの旅を進めてる。13レベル、ユニレベも13。ね、3400のスタンプを目指してね。まあ逆に言うと15レベルなくても、ね、4000いけるってことね。やれば。これだけで強くない？メガナイトなことあんだ。マジゴブリン全然関係ねえな、おもろいよ。飛べ、一発だけ。いやー、でかすぎる、それ。最強だよね。ゴブリンマシン。安全飯ですね。よしよし、回収して。回収して。やばい。まあまあいいでしょう。めっちゃいきます。右も左もダブルゴブリンゴブリン。いやこれが気持ちいい。これにヤナアメとかウッドとかね、バルキリーウッドとか来るともうちょっと泣いちゃうけどね。強すぎる。進化バレルを無料で飛ばしてるんですよ、こっちは。って考えたらよくない。進化バレルも結局さ、なんか枯渇使いしかまあ使わないしみたいな、そこまで触れられてないけど、本当にぶっ壊れたかんな、普通に考えて。うん、なんかたまにどっちかわかんねえしな。本物か。よいしょ、貯めて。相手全然ゴブリンいないやん。これほんとゴブリン入れた方がいいですよ、その入れれる限りは。入れれた限り、これ、これよ、これ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 、見て、これ。ダブルゴブリン。何？進化バレル。ふふふ。カオスすぎるで、暇なんでライドラとかしちゃって。無限感電とか起きねえかな。無限感電？おー。ふふふ。ん？全然進化してるの見た目だけなんだよね。多分今は進化ライドラだからこその感電はなかった。なかったかな。ちなみに3400はこのね、ちょっとうぜえスタンプっすね。ちょっとうぜえ。ゴブリンクイーンのためのスタンプ、結構うぜえスタンプ多いんだよな。あれ、スタンプめくれんの？これか。どこだ？これね、マジで。本当に嫌い。まあでも持ってないよりはね、持ってた方がいいよね。ペッカやん、すごいな、マジ。本当にゴブリンと関係ねえ。でもライドラもう絶対にライトニングがないって言い切れる。リザードぐらいだろ今。もうこれでさ、ライドラはさ、結構最強説あるかもね。もしかしたら。なんか俺、そのゴブリン系以外入れるのね、そのアンチ寄りというか、別にいらないでしょっていう派ではあるんですけど、ずっと。ライドラに関してはマジの当たりかもね。そんなことあんのかな。やっぱゴブリンが飛んでくるし、みんなゴブリン系を使うし、刺さりやすいのかな。ここね、横一列、こっちから横からの方がいいのかな。横からピピピピピの方が、真ん中からだと片サイドにしか行かないみたいな。全然来ねえな、めっちゃ押す。足前ゴブジャイで、これゴブジャイタゲのタワーにゴブリン行くのも強いかも。ペッカ食ってやろうと。ゴブリンでやべ。無限回復えぐいって。
ゴブリン10体ぐらいに囲まれてて、その体力は嘘やって。もう一回飛んでくる。熱い。これよ、これ俺が言ってんの。いや、息吐くの遅そう。もうちょっと怖かったり。いや、でもゴブリンもギャングもあるんですけど、一応ちょっと回復だけね。なんかごめんなさい、ほんとめっちゃ言ってる。なんか本当になんかごめんなさい、ペッカ強くて。いや、でもいい、俺の滅びのバーストストリームで。いけ、3体だったら意味ねえんだよな、結局ね。いや、これ攻めたらさ、止まんなさそう。ゴブリン今飛んでいけばめっちゃ強いんだけどな。4つゴブリンさ、4体飛ぶ。あ、ちょっといいな今の。ライナルチェーン3だからな。タワーゴブリン、ゴブリンで普通はゴブリン2体とか残るけど、粉砕ね。まれにだけいいんだよね、まれに。意外とマッチングもするっすね。なんかしないのかなって。ちょっと思ってました、本心。まあ、なくなっちゃうからっていうのもあるかもですけどね。みんな今必死にスタンプ集めとね、バッチのために頑張ってるっす。よいしょ。相手のデッキも綺麗だ。まあ、ナイトがどっから来たんっていうぐらい。なんか基本守っとけば勝てそうだな、ライドラ。カウンターが強そう。ゴブジェイライドラとかも通常のね、マルチモードでトラゲモードでも採用されていいぐらいな構成な気はするけど、全然いないっすね。これハシマイゴブジェイめっちゃ強いっす。あのロケット押し多分ね、呪文使わずに処理できるっす。てかゴブリンマシンもいるわ。いや、これでロケ砲処理できてさ、タワーの滝ゴブジェイが取れんの意味わかんねえもん。間に合え、ウッド来るか、やめて。ウッド打ちながらのグッドゲームですよ。いいね。まあ刺さんなかったらライドラこれ出さなきゃいい話なんでね。わ、ライドラゴブジェイ最強です。まあ、許容なんてものもあります。進化ないとか、まあ多分なんですけど、俺の相手は進化枠をあんま持ってなくて、でその貴重なナイトなんだろうね、多分進化。だから使いたいのかなっていう気はしてる。ライドラお前何やってんだ。いやー、これ強いよ。いけ。いや、ライドラマジでかっこいい。こいつのいいとこかっこいいことぐらい。いや、4000か。4000か。ちょっと遠いんだよね。まあ、4000くとね、売る気ももらえるっすよ。まあ、ライドラをパーティーに加えてちょっと安定するようになった気もしなくもない。まあ何事も良かったことはね、パクっていかなきゃね。ゴブリンの小山、ヤリゴブリンの小屋、正式名称ゴブ小屋。あー、ちょっと怖かった。ウッドくると。ちょっと怖い。ロイジャイね、ちょっとおもろいやん。まあ、確かにゴブリン系のカードは火力がない。ゴブリンマシンも、まあ、ダイナマイトゴブリンとか火力がないんでね、シンプルなロイヤルジャイアントの防衛が大変に見える気もするが、どうでしょうか。一応ライドラいます。もう一回ロイ来ねえかな。
さすがに声はねおすすめしないし、パクりたくもなんないな。さすがに弱いと思ってますよ、ヤリゴブリンの小屋。これヤリゴブをねこれで処理できるんですよ。いやーからのもう右行っちゃおうぜ左のバルキリーはね、クララにはね許容というものが存在するわけですからね。あの吹き矢だけマジでぶっ飛ばして、いやゴブジェイの背中強っ。ゴブリンマシンも背中強えやんこいつら全員背中で語ってんな。ふぅ落ちてほしいな。落ちなかった時になんか絶妙になんか微妙すぎる。さすがに、はい、ナイス、いいね。いやゴブリンマシンは強いね。全然マルチ通常モードでももっと増えてもいいですけどね。いてもおかしくないぐらいのステータス。14レベルね。なんなら15レベルの方が少ないか。もうエリートワイルドカードツアー使って15にしてもそれ意味ないことになるもんな。マジで帰ってこねえかな。ワンチャン帰ってくる可能性あると思ってますけどね。いやねえかクララで基本帰ってくることはねえかな。だから15にはまあしない方がいいと思うけど、どうしてもね4000行きたいとかね、バッジ欲しいとかだったらエリートワイルドカード5万枚使ってゴブリンタワーを15に、まあ、しない方がいいけどねもったいなすぎる。エリートワイルドカードの価値高いかな。でもこれでさ勝ちよ。折りからの適当なカウンターで左にゴブリン追加してあげてね。いやーこれやばい、めっちゃいい。メガナイトの処理もできるし、左のタワーもプレッシャー与えられるしみたいな。わすごいでかい移動が。落ちてくんねえかな。これさマジでライドラがさ竹次第かな。神の角度で、いやーバルキリーだから飛んでこねえのか、わかりにくいな。来ねえかな。なんかバレルとさ、そうバレルでいいのよ。バレルが来てゴブリン8体飛んできたのをなんか頑張れば最大11体を感電させて処理みたいな。それだけ、ジャライドラだけやりたい。なんか寝たエネルギーチャージだ、寝てないよね。これやばい、感電。いや、なんか微妙か。なんでこんなのが微妙なんだろう。パッとしねえよ。ああ勘弁してほしい。ダイナマイトゴブリン勘弁してほしい。これマジでこれ調子乗りいや感電、感電しねえんだ。その1めっちゃしそうなんだけどな。あ、でもいい。メガナイトとバルキリーで無限感電してる今の。かっこよすぎる。いや、これライドラ熱い。ダイナマイトゴブリンのバカで飛ぶのだけ勘弁してな。やばい。めっちゃ飛んできた。いや、もう負ける未来あんのかな。さすがに。怖いね。まだなんかライドラ。安定はしそう。なんかしっくりきすぎてんだけど。緑ばっかで目にも悪いしな。青色一体ぐらいいた方がええやろ。ここ買って3300とかか。でもライドラ使ってる人とかさ、まあ、当たり前にいないやん。俺もさ使ってなかったけど、そうだからさっきのライドラ使ってた人すごいな。ゴブリンにまあ確かに言われてみれば刺さるもん、ね、あんだけ飛んできてさ。進化ライドルの無限を生かしたね。よく気づいたな普段からライドラーを相当使ってるとかじゃないとさ、このモードで
ライドラ使おうってなんねえもんな。どう考えてもバルキリーとかね、ボーラーとかの方に頭いくもんな。博士はなんかまあめんどくさいな。まあいるよねって感じではある。これ行ったらさ強そうだったりね。メガナイトも多いね。これで背中を向いたところで事故れ。いけ。いやゴブリン多すぎる。ロケット近畿できますよ。あーすごい相手なんか抗ってんな。ゴブリンそんな嫌いかよっていうデッキしてる。メガナイトオールブレイクなんか全然普通のデッキだな。あ、でもちょっと寄せてるもんな。ダイナマイトゴブリンとゴブリンしたいんでちょっとだけゴブリン要素も入れて、なんかめっちゃ普通のデッキしてんな。溜まってはいる。次ゴブリンしたいんで溜まってからのダイナマイトゴブリン。いや、ライドラよ。まああいつだけ勘弁してほしいな。あいつちょっとめんどいんで博士。すごい、これがさライドラ進化だったらもうどれだけ良かったか。なんかユニットいなくなってんの俺の。なんかいい勝負しちゃってるな。怖えな。こんなゴブリンいねえデッキに負けんのか。全然ゴブリンいねえ。やめて、さ入んなまずい。なんかちょっとまずいよな。大丈夫。あ、でもいってらっしゃい。もう一発、おい、ナイスですよ。え、これは最強デッキです。ライドラパクってより強くなりました。ゴブリンシュタイン入れてもいいけどゴブリンマシンの方が優秀な気がする。このモードに関しては入れてもいいけど、なんかこれ以上重くしたくないんで。はい、ライドラ入りのねゴブリン染め、皆さんぜひ参考にやってみてください。この箱もまあ美味しいですよと。このスタンプね、まあ俺はまあ残り10日4000目指します。はい、なんで皆さんもねぜひ一緒に4000いきましょう。チャンネル登録、高評価もオンしよう。では、お待ちしてまたね。